ごめん、私ちょっと懐かしい。こんなのいいからさ、見て見て、これ中学の時家庭科の時間作っ、桜子、何それ。あ、わかった。やだ、やめてよ。レーザーポインターだよ。ちょっと古いみたいだけど。あのさ、私昔から気になってることあって、さゆりのこと。別に証拠があるわけじゃないんだけど。何、はっきり言ってよ。中学の時川瀬くん事故起こしたでしょ。川瀬って、ああ、椿と付き合ってた子。大江戸中の水泳部で高飛び込みの選手やってた。うん、でも試合中に飛び込み台の上で急に目がくらんで墜落して下半身不随になって、それきり会ってくれなくなったけど。あの試合の時なんだけどね。え、実は私も水泳部の子と付き合ってて見に行こうとしてたんだ。そしたら入り口のとこで飛び出してきたさゆりとぶつかって。さゆり、ごめん。それ絶対あの時のレーザーポインターだ。じゃあさゆりがやったってこと。さゆりがこんな風に川瀬くんの目狙ったら。まさか。私の思い込みかもしれないけど、でもあの頃からさゆりのこと好きじゃなくてさ。私も。あやめも。椿が仲良くなかったらさゆりとなんて付き合ってないよ。あやめも何かあったの。椿には言いにくいんだけどさ、高校の頃噂あったじゃん。椿は誰とでも寝る女だって。もちろん私は信じてないよ。私も。でも結構近所の学校で噂広まってたみたいで。じゃああの時の。別れたいってどういうこと。とにかく別れたいんだよ。それじゃあ分かんない。そんな女だって思わなかったよ。自分が一番分かってるだろう。その噂なんだけど、言い出したのがさゆりと同じ塾に行ってた子みたいなの。でもだからってさゆりが言ったなんて。そうだけどさ、けどその塾にうちの学校から行ってたのってさゆりだけなんだよ。絶対そう。さゆりがデタラメな噂流したんだって。どういうこと。どうしてさゆりが。大学の時も修士の時も私が今まで好きになった人とは全部さゆりのせいでダメになったってこと。どうして。さゆりは私を恨んでた。でも私がさゆりに負けるはずない。修士に全部本当のことを話すの。さゆりがやってきたこと全部。弥生椿が真実を知る時が近づいているようだな。ええ、いくつもある女の顔、時に知らない方が幸福なもう一つの顔を。椿、聞いて。さゆりのこと、あの子昔からずっとおかしかったの。私の男友達事故に遭わせたり、私の変な噂ばらまいたり。あんな子のそばにいたら修士も何されるか。いい加減にしてくれよ修士。俺がさゆりに勧めたティアラ、椿が壊したって。
さゆりは椿のこと責めないでくれって言ったけど、俺限界だから。お前の顔これ以上見たくない。椿、来てくれたんだ。嬉しい。忙しいのにごめんね。どういうつもりよ。何そんな椿、何考えてるの。私がいつこれ壊したっていうの。何のこと椿。答えなさいよ。話があるの。聞いてくれる？私がずっと言えなかったこと。はい。椿はブラックでしょ？コーヒーでも飲んで落ち着いたら。どうして私がこんなことしたか知りたい？椿を私だけのものにするため。何それ、やめてよ。さゆり、まさか私のこと。相変わらず自信過剰。自信過剰？悪いけど話はそんな単純じゃないの。え？椿が私にしてきたことよく思い出せば分かるはず。私が何をしたのよ。私はいつだってさゆりのことかばって。そういうところが嫌なのよ。椿っていつもそう親切そうな顔して、いつだって私を利用して引き立て役にしてきた。聞いたの？あの頃からさゆりのこと好きじゃなくてさ。私もあゆめも。椿が仲良くなかったらさゆりとなんか付き合ってないよ。私は別にそんなこと。とぼけないで。私になんか負けるはずないってずっと思ってたくせに。私に親切にしたのは自分が優しく思われたいから。違う、そんなのさゆりの勝手な思い込み。より早く効くのね、このお薬。薬？体がしびれて動けなくなっちゃうんだって。ほらね。椿みたいになりたくって、椿に憧れていつも必死に追いかけてた。でもね、本当はね。誰よりも憎かった。椿がいなきゃ生きていけないし、椿をいつまでも私だけのものにしとかなきゃ。だからって修二と結婚するの。好きでもない相手と。仕方ないの。
修二は椿にとって特別だから。椿は小学校の時から好きな人ができるとすぐに教えてくれた。でも修士の時だけは何も教えてくれなかった。だから本気だって分かったの。私も本気になるしかなかった。私も本気になるしかなかった。本気。椿。四条さゆりと申します。篠崎修司です。偶然出会ったふりをして知り合いになって。主街道さんって知ってます？なんで？実は椿、申し訳ございません。はい、その四階堂さんって人のことを好きみたいなんですよ。だから何か力になれないかなって思って。わざと傷つけて。その夜。あれね、椿のことを好きだったんだよ。新次さん、だからそんな飲んじゃったんですね。なんて主会堂なんか。椿。修司さん。うん。私、椿の代わりになれますか？私、修二さんとなら一晩だけでもいい。一か八かだったけど、傷ついた男って案外簡単なのね。修二、あっという間に私と。やめて、やめて、やめて。じゃあこれからはいい子にしてくれなきゃ。じゃないとまた椿を追いかけなきゃいけなくなる。何言ってるの。椿がまた誰かを好きになるでしょ。私は椿を取り返さなきゃいけなくなる。その時には修士が邪魔になる。だからこの薬ね、今は少ししか使わなかったけど、たくさん使うと死ぬこともあるんだって。ごめん、私ちょっと。懐かしい。もうこんなのいいからさ、見て見て。さゆり、まさか修士を殺そうとしてるとか。さゆり、椿、ずっと私だけのものでいてくれるよね。四条さゆりは弥生椿への永遠の愛を誓います。